こんにちは。では、ちょこっとウィンナーワルツが踊れたら、ビーニーズワルツがちょこっと踊れたらということで、3回目をお届けしたいと思います。ウィンナーワルツはどうしても後回しになる種目なので、いろいろなことがね、特に初中級者の方は不明だと思うので、わかりやすく丁寧に説明したいと思いますが、まあ、とにかく初中級者の踊るべきステップといいますか、まあ、ウィンナーワルツ全体ですね、上級者もですけども、ウィンナーワルツというのは非常にステップの数が少ない、もうほとんどですね、簡単に言えば、旋回とか旋旋回しました、このナチュラルターン。で、この1、2、3、2、2、3、3、2、3、4、2、3というのと、その反対の、ね、まあ、普通のワルツにもありますけども、リバースターン、1、2、3、2、2、3、3、2、3、1、2、3、2、2、3と、ね、このまあ2種類とそれらを結びつけるチェンジという、まあ、足を変えるようなステップですね、そういうのしかありませんので、まあ、それで踊るということになります。例えばこのようになるわけですね。さてここでちょっと音声で補足説明をしておきます。今解説したようにウィンナーワルツはですね、足型としてはナチュラルターン、リバースターン、そしてそれらを取り替える、チェンジステップ、そしてくるくる回るナチュラルフレッカール、右回りのくるくる回転ですね。そしてリバースフレッカール、左回りのくるくる回転ですね。こういうのをフレッカールと言いますね。そしてそれらのフレッカールの取り替えをする、右回転から左回転に、変えるんじゃなくて反対ですね。左のフレッカールから右のフレッカールに入るときに、まあ、小さいコントラチェックのようなのをしますので、小さいコントラチェックのようなチェンジステップ、チェンジのステップですね。それをしますので、そういう、まあ、いわば、6種類ぐらいですかね。ナチュラルターン、リバースターン、右のフレッカール、左のフレッカール、そしてヘジテーションじゃなくて、チェンジステップですね。クローズチェンジのようなステップと、まあ、これ、細かく言えば、チェンジのステップは4種類ありますけれども、それと、今言いましたコントラチェックですね。まあ、この5、6種類しかないんですけれども、今この、ここに映っているこの、グレーの色のですね、カバーのウィンナーワルツテクニック、これに、まあ、そういうことが詳しく、チャート式、つまり図表になって書かれているわけですね。こういうのをもし希望される方は連絡していただければ、取り寄せますので、よろしくお願いします。ところで、こちらの方の、テキストといいますか、本は、ちょっと英語で書いてあるのでね、英語版なので、原書なので、英語苦手だよという人は、心苦しいかもしれませんが、お聞きください。ワールドダンススポーツフェデレーション、WDSF というところですね、世界ダンススポーツ、まあ、協会といいましょうかね、連盟といいましょうか。それの、ビーニーズ・ウォルツって書いてありますね。ウィンナー・ワルツのことです。英語では、まあ、基本的には、ビーニーズ・ウォルツと言いますが、これ、2、3年前に出た、その WDSF の、まあ、いわば新しい教本で、まあ、95% その足型とかは、ワルツ、タンゴ、スローとか、ルンバとかね、全部、10種目ですね、一緒なんですが、なんと驚くべきことにですね、大驚愕することに、
これが今内容なんですけども、ウィンナーワルツのこの足型の一覧なんですね、このテキストのね。まあ最初の方、これも英語ですからね、ちょっとあれですけども、一番上の方ね、簡単に見ていきますと、ナチュラルターン、リバースターン、それから、ライトフット、3番目ね、ライトフット、フォワードチェンジステップ、ナチュラルトゥリバース、これは右足からの前進のチェンジステップで、まあ、右回転から左回転に変わるものだよ。つまりナチュラルターンから、リバースターンに変換するときに使うものだよという足型ですね。で4番目は同じようにレフトフット、フォワードチェンジステップ、リバーストゥナチュラル。それから5番目はレフトフット、バックワード、つまり後退ですね。先ほどちょっと言った4種類のその足のチェンジステップというのは、男性だったらば右足前進、左足前進、および右足後退、左足後退の実質的には全部ワルツのクローズチェンジの男性女性取り混ぜたようなものなのでね、一緒なんですけれども、そういうことになっているわけですね。そして続けて見ていきますが、7番目は、シャッセチェンジステップというのですね。これはちょっと新しいやつですけれども、まあ、ここら辺がね、ほとんど従来のステップで、そして、まあ、その2番目の緑のこのタイトルといいますかね、ヴィーニス・ウォルツ、シルバーフィガー。これはシルバーフィガーというのは別にご老人たちがするという意味ではなくて、まあ、要するにメダルテスト的なね、名前の仕方で、一番上の緑の帯がブロンズ、そして2番目の今、これから見ようとしているところがシルバー、銀、そして3つ目のこの緑の帯はゴールドということで、まあ、複雑になる度合いを示しているわけですね。で、まあ、あとはゆっくり見てくださればいいのですが、例えばちょこっとだけ見ていきますと、8番、コンティニアススピン、これは連続回転、右回転のことなんですね。それから9番、リバースピボット、10番、ヘジテーションチェンジ、11番、ドラッグヘジテーション、12番、ナチュラルスピンターン、13番、テレマーク、14番、ナチュラルスピンターン&リバースピボット、15番、チェックトナチュラルターン、止められたナチュラルターンということですね。そして16番、ナチュラルバックチェック、17番はチェックトリバースターン、18番、リバースバックチェックですね。で19番、コントラチェックとか、20番に至っては、レフトウィスク、そして21番、ランニングウィーブありますね。22番はナチュラルフレッカール、23番、リバースフレッカール。これらは従来あったものですね。とにかくこの23番、じゃなくて22番ね、ナチュラルフレッカール、そして23番、リバースフレッカール。そして24番、このチェックフロムリバーストゥナチュラルフレッカール。リバースフレッカールをチェックして、コントラチェックのようにして終わって、右回転のナチュラルフレッカールに続けるチェンジステップですね。その両方のフレッカールの間を変えるチェンジステップですね。これはまあ従来からありますのでね、そう驚くには当たりませんけれども、この例えばまあ本当に、8番からですね、このまあ、1番、ランニングウィーブなんて見てると、本当はこれはウィンナーワルツじゃなくて、ワルツのね、教本じゃないのかと思えそうですけども、こういうふうにですね、WDSF の、新しい教本、世界ダンススポーツ連盟の新しい教本ではですね、もう本当に普通のワルツのような仕方がたくさん入ってきております。こんなのを速いウィンナーワルツの速度の音楽で踊れるのかいなとお思いでしょうが、これはですね、また、この講座の、まあ、最後の方でちょっと説明、こういうのもね、新しい傾向ですから説明しようと思っていますけれども、こういうのはですね、オフビートタイミングというもので踊ります。どういうのかというと、まあ、例えばナチュラルスピンターンなんかもそのまま踊ったら、そのワン、ツー、スリー、ワン、ツー、スリー、すごく早く倒れそうになりますが、それをですね、まあ、ナチュラルターン、ワン、ツー、スリーで踊ったら、例えばピボットは一拍ではなくて、2ビート使うというかね、だから、ワン、ツーでピボットして、スリー、ワン、次のスリー、ワン、ツーでライズして、というふうに、例えば、2小節使ってゆっくり3歩、ね、まあ、そういう意味では本当に普通のワルツに近づいているとも言えますけれどもね、そういう、まあ、オフビートタイミング、オフビートタイミングというのは、まあ、オフビートというと、なんとなく音を外すみたいな感じですけれども、外すといっても、音に合わせないというわけではなくて、この時、こういう意味はですね、この意味はですね、ある時はその歩数を2歩使って、
2ビートですね、使って2歩ではなくて2ビート使う。あるときは1ビートで踊るというふうに、まあ、1ビートずつの原則を外すというような意味で、オフビートタイミングといって、こういうタイミングで踊るんですね。まあ、これはですね、あまりナチュラルターン、リバースターンとかフレッカルばかりでも、見る方も飽きるというようなことから、まあ、いろいろ、ウィンナーワルツを人気種目にしようというようなね、そういういろんな意味で、ウィンナーワルツにスポットライトを浴びて、脚光を浴びせた、まあ、そういう努力の結果だと思うんですけど、こういう新しい教本もあるということをご紹介します。まあ、特にこれを強く PR しているわけではありません。従来のですね、もとにかく皆様は今、初中級者ですから、従来のナチュラルターン、リバースターン、そして、まあ、フレッカーくるくる回る魅力的なステップ、これは従来からね、あるものですから、古くからあります。これらをね、主に解説して、時間が余ったときに、ちょっとだけこういう新しい教本に載っている魅力的な、普通のワルツで踊られるような足型も解説したいと思いますので、お楽しみにお待ちください。したようにですね、普通のワルツのような、まあ、90度から、135度の、まあ、普通のですね、ゆったりした普通のワルツのこの、90度のナチュラルターンとか、もしくは135度あたりの回転をしてもですね、まあ、今のようにほとんど、同じところを大回転みたいなところをこうぐるぐる巡っているようになる、巡っているような回っているようなことになるわけですね。例えば多少細かく説明しておきますと、例えば90度の回転であれば正方形になるわけですから、4回やればまた元の方に戻ってくるわけですね。ここから始めるとしても1、2、3、2、2、3、3、2、3、4、2、3ですから、結局は正方形で、その正方形自体は移動しないことになるので、LOD 沿ってずっと進むことはできません。リバースターも全く一緒ですね。で、じゃあ135度にしたらどうかというとですね、135度にすれば正方形ではなくなりますが、例えば LOD に面したここから始めれば1、2、3、2、2、3、3、2、3、4、2、3、5、2、3、6、2、3、1、2、3、8、2、3というふうに、8角形にね、なるだけなので、まあ、結局はこうぐるぐる少し移動しますけれども、同じところにまた回ってくることになりますので、例えばその20組とか大勢で、まあ、例えばですけれどもダンスパーティーで踊るというような時に、同じ場所にいるということは、まあ、もちろんジグのように同じ場所でみんなが踊れるというふうには踊りますけれども、これはスタンダードですから、実際はずっと移動して踊るべきなので、なかなか大変なわけですね。それとチェンジというのはですね、チェンジステップというのは、まあ言ってみればこの普通のワルツで一番最初にするクローズドチェンジですね、1、2、3、まあ、このタイプをすれば右回転から左回転に変えることができます。例えばナチュラルターンを4小節しましょう。1、2、3、2、2、3、3、2、3、4、2、3ですね。このままナチュラルターンを続ければ永久にナチュラルターンしかできないわけですが、ここでクローズチェンジを今2、3で左で男性、女性右足で終わってますから、男性右足からのクローズチェンジをすれば1、2、3ですね。そうすると今度左足になるので、こっから左足からリバースターンに変えることができますし、同じようにまたクローズドチェンジをすれば、ナチュラルターンに変えることができますね。でも変えたとしても、先ほどお見せしたように、ほとんど同じ場所で、それぞれの回転が少ないと同じ場所で堂々巡りをするような状態になるわけですね。もう一回してみますと、例えば6回ずつナチュラルターンリバーサルをしたとしましょう。で、ここから始めて1、
123523623、このぐらいの回転量がほとんど同じ場所を回ってるわけですね。でチェンジをしてチェンジと一緒とすればリバースタイムに変わります。リバースタイム123223423423523623623という、これも回転がですね、そのそれぞれのボックスの回転が少なければこのように同じところを回っていることになるわけです。それではですね、まあソーシャルといいますか、こうダンスパーティーなので、皆さんね、先ほども言いましたが20組ぐらいがこう、例えば普通のワルツとかタンゴとかですね、ジルバとかブルースとかサンバを踊るように、ウィンナーワルツはどのように踊ったらいいか、踊られるべきかということですけれども、まあその競技会とかね、そういうのをご覧になると分かるように、基本的にはこれはずっと LOD に沿って、部屋のこう壁に沿ってといいますかね、トラック競技、陸上のトラック競技のようにずっと行くので、このように例えば踊られるわけですね。まあ映る範囲が狭いので、このホールの一部といいましょうかね、部屋の一部にしかお見せできませんが、まあ例えばこういうふうに来ましたら、123223324235236123、このようにするとこういうふうに、少しカーブはしておりますけれども行くわけですね。でまあ例えばチェンジをしたりしてリバースターになれば、リバースターの部分をこういうふうにして123223324235236231というふうに、やはり、ずっとこの LOD 上、LOD はラインオブダンスですね、この上を進むわけです。そしてまあそのやや細かい解説を、第1回目ではナチュラルターン、第2回目ではリバースターンというような感じで解説申し上げたわけです。で当然ですけれども、今のようにまっすぐ進むナチュラルターンのパターンを、2小節ずつですね、繰り返しているわけですから、当然その2小節で引き回転をしないと、理屈としてはこれで180度、そしてここでまたほぼ180度して1回ですれば、それを繰り返すことによってまた進行方向に向くということになるので、2小節でほぼ1回転するシステムで踊らないといけないんですね。しかしこれは当然そのゆっくりのワルツにはそういうふうにほぼ2小節で1回転を継続するなんてことはないので、まあ簡単に言えば135度あたりが限界ということなので、それを、さらに上回っていくので、ですから先ほどお見せしたように、ほぼこうね、一直線にナチュラルターンもリバースターンも行かなければいけない。でも20組もいて、よほどみんなが上級者でそういう踊りに慣れてなければですね、当然できるわけはないわけですね。でもできないからといっては、先ほどのように要するに回転を少なくして、でここでこうやって楽しんでいればいいかというと、当然そういうふうに進行する踊り方が正当な踊り、まあ、一応正当な踊りですから、したときにぶつかってしまうわけですね。ルンバのようにゆっくりな音楽だったらば、まあ、避けることもできますけれども、ウィンナーワルツは先ほど音楽に合わせて踊ったのよりも実際もうちょっと速い速度ですから、これは非常に危険極まりないというか、ね、ぶつかってしまうので、下の手ではどうやって踊ったらいいんだということですが、これはなかなか難しい課題なので、まあ、そういう意味もあるし、それから、まあ、ウィンナーワルツよりも普通のワルツの方が、ね、ゆっくり踊りやすいので、いろんな意味でですね、ウィンナーワルツは後回しになるので、実際問題ダンスパーティーでも、もう例えばですけどもね、ケースバイケースですけども、2時間のパーティーをしても、まあ、本当に2曲か3曲かかればいい方というか、そういうことになって、どんどん、まあ、その踊られない種目に、ね、なっていってしまいます。まあ、もちろんデモンストレーションとかメダルテストにはあるので、そういうところで、まあ小節数を決めて踊ったりすることになりますね。まあ、そこで、どういうふうに踊ればいいかということなんですけども、それについてね、またちょっと説明したいと思います。退屈でしょ。退屈じゃない、ちゃんとですかね。こちらしゃべってこっち座っとればいいでしょ。なんかこっちのとこに。それではですね、少し、その前にといいますか、ナチュラルターン、
およびリバースタンの、まあ、性質といいますか、踊り方といいますかね、性質というか踊り方をちょっと復習したいと思います。まずナチュラルターンですけれども、理想的にはまっすぐにこう踊るわけなので、まあ、次のようになるわけです。では今度はリバースターンですね、まっすぐ、ほぼまっすぐ踊ります。ここはまあスタジオですからそんなに広くはありませんけども、体育館とかですね、大きいダンスホール、区役所とかですね、公会堂ホールなんかでパーティーを行う、パーティーとか競技会であればもっとこれが非常に長いので、そうすると今のようにナチュラルターン、リバースターンをずっと10小節、20小節とか、まあ、チェンジでそのナチュラルターンからリバースターンに変わったり、リバースターンからナチュラルターンに変えたりとかでしながらですけども、基本的にはそういうふうにまっすぐ踊るわけなので、まっすぐ踊るのは、また後に細かく解説したいと思いますけども、なかなか大変ということですね。ですから、今日は、こういうふうに踊るんだということをちょっと覚えておかれるといいと思いますね。で、ナチュラルターンは回転をサボればサボるほど、どちらにカーブするでしょうか。それとか同じくリバースターンですね。これをちょっとお見せしたいと思いますが、まずナチュラルターンは、回転をサボればサボるほどこうなるわけですね。リバースターンの方はですね、こうなるわけですね。今見ていただいて分かるようにナチュラルターンはですね、回転をサボればサボるほど、進行方向に対して左にカーブするわけですね。これは要するに先ほどの先生の八角形に近くなるといいますか、こういうふうに左の方にカーブするわけですね。ですから LOD というのはコーナーに来ればこういうふうに左の方にカーブしているので、進行方向に対して左の方向にね、カーブしてますので、ナチュラルターンはコーナーに来るとある意味少しエネルギーを減らせるので楽になるのでありがたいわけですけども、問題はリバースターンですね。リバースターンは、左右反対になりますから、サボればサボるほど右の方に回転するので、普通のところですもうまっすぐ、まあそれは同じようなかもしれないですけども、普通のところでもまっすぐ行かないと、ね、こう壁にもぶつかってしまうという状況になるし、LOD が左にカーブしているコーナー、例えばここはそのままコーナーだと、そこでリバースターンを続ける至難の技ですね。こう来て、ね、普通だったらまっすぐにこう LOD があるところがカーブしてるわけ、1回転以上を2小節で稼がないといけないので、もうサンバのボルダとかそういうような状態に近くなりますね。でこういう狭いところで踊ろうと思ったら、1つのコーナーでリバースターンをなんとかうまく続けたとしても、すぐ次のコーナーが来るので大変ですね。ですからそういう時はまあナチュラルターンに切り替えればいいんじゃないかと思われるでしょうか。確かにそうですね。だからナチュラルターンに切り替えればいいんですけども、短いとすぐ来てしまいますので、で先ほど、ね言いましたように、そういう競技会とかですね、そういうところでなくてもっとリラックスした状態でピンイズワルツを踊るときは一体どのようにしたらいいかということですよね。ことですが、どうしたらいいでしょうか。まあ微妙に難しいところですけども、一番確かに真面目に正しく答えれば、当然今のようにですね、ほぼ2回転、2小節ですね、2小節で1回転を遵守してちゃんと LOD に進むということを心がけて踊るということですね。まあ、でもこうすると身も蓋もないような答えになってしまいますが、とりあえずはこれが標準ですが、結構大変ですね。それによって無理をしてスピードとか回転を
無理無理つけることになりますから、ぶつかった時に転倒するリスクがすごく高くなりますので、そうするとやはり単純に考えれば避けたいというところなので、それはそういういろんな理由があってね、音楽が速い、あまり、そういうウィンナーワルツというとかね、レッスンもしない、メダルとしても一番最後のスーパーファイナル級とかに入っていることが多いですからね。だからいろんな意味で遠ざかってしまう。特にもう50組、100組、100組もいるような大勢のパーティーはやはり危ないですから、ね、初級の人とか初めての人が組んでノロノロしているとぶつかってしまう、まあ、クイックステップみたいな状況になるわけですね。ですからクイックステップも同じような理由でパーティーでは、まあ、ジルバとかそういう違うものになるわけですが、ウィンナーワルツは残念ながらそれでジルバを踊れるとかそういうことはないですからね。でもそう言ってても始まりませんから、まあ、どのように楽しんでいいかということですけども、一つはですね、まあ、くどいようですが、標準的に言えば2小節でほぼ1回転するんですけれども、そうすると非常に大変なので、一応そういう状況で進みつつですね、ナチュラルタンの方は多少カーブに沿っていけば楽なので、主にナチュラルタンを、まあ、基調というか基準にして、でまあ、ナチュラルタンを何回かしますか、例えば7、2、3、8、2、3と来ますね。でそうして回転が苦しくなったら、とりあえず回転の少ないボックスで局所的というか、その部分としては停滞で、回転を少なくすれば停滞しますが、とりあえずそれで OK という感じでして、また向きを進行方向に向いた時にちょっと頑張って2小節1回転で頑張るようにします。こういうふうに踊るとちょっと部分的にちょっとサボって、でまた元気よくいくと。でリバースターンなんか特にそうなので、正当的にですね、標準的にこうコーナーを回ろうと思うのもすごく大変なので、ここでちょっと少なめにサボって、そしてまたこういうふうにいくと、こういうような感じにするとですね、ちょっと楽になります。ただし競技会とかではこういうのはとりあえずルール違反になるので、やはり警戒するというか、すごいスピードで来てるカップにぶつかってしまいますのでね。なので、まあ、一応ルール違反にちょっと近いですけども、まあ、例えば先ほど言いました20組ぐらいのダンスパーティーとか、奏者がということは不特定多数の人と、まあ、代わり番組でレクリエーション的に楽しんで踊るということですね。そういう場合はこういうふうに踊るのが、まあ、とりあえずはおすすめですね。で20組もいればですね、大体ウィンナーワルツを、まあ、踊れるというと失礼な言い方ですけどもね、踊れるという人は5、6組4組ぐらいですので、まあ、そのうち2組ぐらいが元気よく先週みたいに踊る、そして、まあ、あと2組ぐらいが今のようにね、ちょっとサボりながら踊る、そしてさらにもう、ね、習いたての人たちはまあ少し、またその隅の方で回転を少なく踊ると、まあ、こんな風にして、やっぱり徐々に楽しんで標準的な踊り方を身につけていくというのはいいのではないかと思います。ここはあのカメラがね、映られる範囲が限られていますけど、一応この見える範囲でですね、まあ、そんなような感じで踊るとどうなるかということをちょっとお見せしたいと思います。こんな感じになるんですね。では標準的にもし回ろうとしたらどうなるか、まあ特にここは狭いですから、あまりこういう狭いことはそういうふうにしませんが、まあ、一応 L の字に沿っていくとするとこうなるわけです。
このような感じになるので今日はこのぐらいにしましょう。次回、チェンジですね、チェンジのステップを細かく